下一整晚。玄弥、家族は俺たち二人で守ろう。これからは俺とお前でお袋と弟たちを守るんだ。これからはじゃなくて、これからもだよな。母ちゃん、母ちゃん、なんでだよ、なんでだよ、なんで母ちゃんを殺したんだよ。人殺せ、人殺せ。ひどいこと言ってごめん、兄ちゃん。あの狼は狼だと思ったものは鬼になった母ちゃんだった。俺たちを守るために戦って、初めて家族を襲ったのが母ちゃんだと気づいた時、兄ちゃんはどんな気持ちだったろうか。最愛の母を手にかけて打ちのめされていた時、必死で守った弟から罵倒されて、どんな気持ちだったろうか。一緒に守ろうって約束したばっかりだったのに。俺は柱になって兄貴に認められたかった。そしてあの時のことを謝りたかった。俺、才能なかったよ兄ちゃん。呼吸も使えないし、鬼を食ってまで測ってきたんだぜ。柱にはなれない。柱にならなきゃ柱に会えないのに。頑張ったけど無理だったよ。てめえみたいなグズ、俺の弟じゃねえよ。鬼殺隊なんかやめちまえ。なんでだよ、俺は兄ちゃんの弟なのに。兄貴、